岐阜で発見。未来の横綱とも噂されるモンスター小学生が。その大きさは同世代の子たちと比べても一目瞭然。全国大会では県代表の猛者をたった2月で吹き飛ばす。そう、彼こそが人呼んで、アンパンマン。心優しくもわんぱくなみんなのヒーロー、日本一への挑戦に密着。その一瞬に己の全てをぶつけ、見る者を熱狂させる相撲。地元岐阜県に未来の横綱とも評されるモンスター小学生が。全国大会に勝ち進んだ同学年の猛者と立ち会っても、その体格差は一目瞭然。二度手を出すだけで相手は土俵の外へ弾け飛ぶ。突き飛ばされた相手は初めて味わう恐怖に思わず涙。そんなモンスター小学生は去年開催された夏の全国大会に彗星のごとく現れる。こういろんな大会でも優勝団っていうのはないんですよ、全国優勝って。県の相撲のレベルが中か中の上ぐらいなんですわ。中に入って回しを取っているが、とっても4年生には見えません。ほらほらほら、実況も思わずため息が出る圧倒的な強さで勝ち上がると、全国優勝。この時モンスターは相撲を始めてわずか1年。怪物の根城は岐阜県岐阜市の体育館。県内ではトップクラスの相撲クラブで稽古に励むちびっこ力士たち。その中に図ば抜けて体格の優れた少年が。同年代の子たちと比べてもその大きさは一目瞭然。彼こそが突如相撲界に現れ、全国に衝撃を与えた超新星、大島翔一君、10歳。好きな関取とかいるの？白鵬。なんで好きなの？強いから。強いから。会ったことある？ない。目指すは白鵬と並ぶ大横綱の称号。しかし彼の呼び名は、大島君はなんて呼ばれてる？アンパンマン。疲れた友達には進んで足の上に座らせてあげる心優しいアンパンマン。ヒーロー大島くんの特徴は、相手を正面に置いて腰をしっかり前に出れる相撲が彼の強みというか特徴かなと思いますね。小学4年生としては日本最重量とも言われる体格から繰り出される強烈な押しが特徴。家でもやってるんですか？やってないです。ここだけ家でもやってないです。多分カメラ映り気にして多分やってるぞっていうかもしれないです。練習大嫌い。言わないね。勝利きついよ。練習嫌いな大島くん、一番好きなものが、最後のいいよ、いいか、それだけいいか。
稽古終わりのお風呂を。湯船に浸かれば溢れたお湯で渦ができる。お風呂から出るとだった浴槽のお湯は半分以下に。シャワータイムでは シャワーはシャワーでも園芸用の高水圧シャワー。当然ご飯も超豪快。家族で回転寿司に行くとテーブルにまだ手つかずのお寿司がいっぱいあるにもかかわらず、トルネードポテト4つ追加。それを一口が大きいの、たった一口でほぼ串1本分を平らげる。食費ってどれぐらいになるんですか。食費ですか。いやもうなんかあまり目をそらしてるというかよく食べてよく育った大島くん、目の前の目標はジュニアオリンピックで優勝。大島くんが出場するちびっこ相撲の全国大会、優勝候補のモンスターに波乱の幕が開ける。ジュニアオリンピックで優勝。ジュニアオリンピック各地区の予選を勝ち上がった実力者だけが出場できる全日本小学生相撲優勝大会、通称ジュニアオリンピック。歴代優勝者には最前線で活躍する幕内力士たちも名を連ねるアマチュア最高峰の大会。大島くんも当然優勝を狙いますが、課題はこれから経験ですね。経験と足腰の強化。体格に頼りすぎてしまう大島くん、踏ん張りにも押しにも不可欠な足腰の強化が課題に。簡単に勝たせてくれないっていうのがなかなか相撲のいいところで、岐阜県の大会で、1回負けて準優勝になった時が今年にあってですね、とりあえず叱っといたんですね。これ全国チャンピオンになったら岐阜で負けるなんてどういうことなんやろわいって言って、僕らは君にそういうものを期待してないよと、もっと大きな世界で活躍することを期待してるんだよってことを伝えてあげるために叱ったというかね。やっぱりどうしてもこの世界は負け勝ち負けしかないですからね。どうせなら勝った方がいいんですよね、絶対に。それはどう考えても。ひたすら足腰をいじめ抜く日々。ただひたすら立ち上がっては押し続ける。それも全ては日本一になるため。そして迎えた大会当日、全国からライバルたちが集結する中、大島くんも岐阜から会場入り。大島くん、この子って誰？ヒューガ君？友達。あ、友達になってくれた。静岡県から出場する岩上日向君、小学4年生。6歳から相撲を始め、これまで15回以上も優勝を手にした相撲エリート。面白いね。2人は去年夏の全国大会の決勝で対戦。大
島くんか。ぶつかります。決勝戦いろんなものを押していく。相撲歴4年の岩上くん、相撲を始めてわずか1年の大島くんに土をつけられていました。そんな2人は対戦をきっかけに大の仲良しに。いいな、髪型もなんかパクっとった。なんか本当は髪違ってないのに俺のまねしたんですよ。パクっとった。大島くんは髪型を真似するほど岩上くんが大好き。何がいい岩上くんの。岩上くんのいいところ、かっこいい、見た目からしてイケメン、髪の毛いい匂い、髪型がいい。俺は体型がいい。失礼。顔がめちゃめちゃプニプニ。失礼。すぐ左右にこうやって動く。ついに始まる力自慢たちの祭典。ここから時代を彩る大横綱が生まれるかもしれない大舞台に全国のちびっこ力士が挑みます。とここでウォーミングアップを終え試合を待つ大島くんに相撲の神様が舞い降りる。え、何が？今ティサインもらおう。はい、はい、よしよしよし。大興奮の大島くんの先にいたのは憧れの人と奇跡のツーショット。やっぱり中学入ったら入れるから、やっぱり早く入った方がいいね。まさかのスカウトまで。相撲の神様から大きなパワーをもらい、いざ土俵入り。未来の横綱が誕生する瞬間を見に、たくさんの人が。たった数秒で試合が決まる勝負の世界。大島くんの初戦をライバル岩上くんも見つめます。その後も圧倒的なパワーで他を寄せつけず、どんどん勝ち進んでいく大島。最後負けんぞ。そう、前出る前出る前出る。勝ち進むにつれてお母さんの応援もヒートアップしていきます。夜遅くまで続く稽古の送り迎えを欠かさず、誰よりも近くで息子の努力を見守ってきたのがお母さんでした。昨日寝てないんです。移動が大変だった。いや違います、試合の前日は寝れないんです。そうなんですか。もう緊張しちゃって自分が。母の期待を背負い、ついに準決勝を突破して決勝へと駒を進めます。一方ライバルの岩上くんも安定した取り組みで敵をなぎ倒し決勝へ。待ったなしの大一番。Thank you.
人は一つの約束を交わしていました。決勝戦で会おうねって。決勝戦で絶対戦うっていう。これまで全国大会の決勝の舞台で何度も顔を突き合わせてきた二人の願い、それは土俵の上で会うときは日本一をかけて。時には勝ち、時には負け、何度もぶつかり合ううちに不思議な絆が生まれました。相撲で友達になる学校とかはない。正直ここ1ヶ月行ってないんですよ。あ、そうなんですね。雰囲気が肌に合わず学校に通っていない期間もありました。そんな中でできた本音をさらけ出せる友達は彼にとって大きな存在に。そしてついに2人が決勝の土俵の上で相まみえます。ライバル岩上くんの目にはようやく勝てた嬉し涙が、その横で大島くんにはこみ上げる悔し涙が。それでもここ行けよ。同じ岐阜のチームメイトを応援していました。勝っても負けても最後は笑顔で、全力を出し尽くしたお互いを称え合うのが相撲道。相撲やってよかったとかある？友達来たの、友達いっぱいできたのが嬉しい。いつしか相撲は大島君にとってかけがえのない居場所になっていました。今後の目標とかある？優勝、優勝、常に優勝、常に優勝、常に優勝。また来年もこの大会あるけど、どうなんですか？優勝、優勝、優勝。どっちが優勝するの？それは